どうもお疲れ様です。ババログです。今回は2月3月に衝動買いした商品を紹介します。服はユニクロと GU でほぼ済ませて、靴ばっかり目がいって靴の爆買い動画になりますが、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。それではスタート。まず2月初旬に行った韓国の購入品を紹介していなかったので一緒に紹介していきます。韓国 Vlog でも紹介しましたが、カロスキルのタンバリンズではどれもデザインが可愛すぎてかなり爆買いしてしまいました。まずハンドクリーム2点を紹介していきます。1つ目はフローという香りで、貝の形をしたシェルシリーズのハンドクリームになっていて、ハンドパフュームというシリーズでつけると香水のように使えるハンドクリームになっています。種類も豊富でいろいろあったのですが、どれもいい香りでむちゃくちゃ迷いました。どちらかというとすっきりとした香りが好みなので直感で選びましたが、サンダルウッド系の香りらしいです。さらっとしたつけ心地でスッと伸びてつけやすく、ベタベタしないのでかなりおすすめです。日本未上陸なのでとりあえずもう一つ買っておこうと、ベルガサンダルという香りも購入しました。こちらもどうやらサンダルウッドの香りみたいで、やっぱり香りの好みが固定しているみたいです。部屋のインテリアとしても可愛いので、そろそろ海外旅行で韓国にっていう風に思っている方はぜひ行くのをおすすめします。洗面所をホテルライクにするのに命をかけているので、ハンドソープは絶対買いたいと思ってたんですが、あいにくボディーソープしかなかったので、ストームという香りの小さいサイズを購入しました。すっきりとした柑橘系でまだ使ってませんが、多分いい感じだと思います。こちらはパフュームバームのチューリップを意味するラレというものです。グリーンフローラルの香りの中にこれもサンダルウッドの香りが入ってるみたいで、何の説明もなく自分の鼻で決めた私はどうやらサンダルウッドが好きみたいです。香りは4種類で、これがポーチから出てきたらむちゃくちゃおしゃれな人認定だわっていう浅はかな思いだけで買いましたが、結構高いってことに今気づきました。最後に部屋のディスプレイとしてどうしても買っておきたかったのがこのキャンドルです。こちらはムスクの香りで、正直あまり好きな香りではなかったんですが、部屋に置くにはやっぱり白がいいなと思ってこちらにしました。香りは3種類で、小さいタイプのアソートタイプもあります。実際私が好きだった香りはこの真ん中の黄色いタイプでした。合計5点で日本円でだいたい2万円ぐらい購入しましたが、日本で楽天からとかで買うと割高になるので、とにかく買わないとって思って爆買いでした。いろいろサンプルもくれたので、韓国に行ったらぜひ行ってみてください。今は円安で海外の免税店ではどのブランドもそんなに恩恵は受けないんですが、ミョンドンのロッテ免税店でゴールデングースが入っているので、いつも見るだけって感じで見に行ってたんですけども、今回は壺にはまったので初めて購入してみました。もうおしゃれ代名詞の15万ぐらいするマルジェラの旅ブーツは何度試着しても似合わないって分かったので、もう買わないっていう風に決めたので、それなら絶対履くスニーカーにお金をかけてもいいんじゃないと思って、スニーカーにしてはかなり高かったんですが思い切って購入しました。ゴールデングースは昔ローカットのものを履き潰してしまって、ミドルカットのものだけになってしまっていたので、ずっとローカットのものを探してたんですが、デザインにもよりますが日本の直営店よりだいたい2万円前後安く買えたので思い切って購入しました。でもゴールデングースはいろんな並行輸入サイトで安く買えたりするので、実際安かったかどうかっていうのは微妙なところです。続いて関西では結構有名な神戸にあるオフェンというブランドのフラットシューズを3足も購入しました。ちょこちょこいろんなところでポップアップをされていたのですが、いつもタイミングが合わず、この間神戸の北野にある直営店の周年記念で 10% オフということだったので、ようやく神戸の直営店に伺いました。ペットボトルを再利用した素材を使った環境に配慮したサスティナブルなブランドで、中敷きも取り外れてガシガシ洗えるそうです。
サステナブルな商品はどこか物足りないデザインのものが多かったりしますが、これはもう見ての通りどれも可愛すぎて選ぶのが本当に大変でした。デザインはほぼフラットなヒールのないデザインで、ヒールが苦手な私は最近ほぼスニーカーばかりで完全にカジュアルな格好しかできなかったんですが、ちょっと可愛い感じに着こなしたい時にやっと使える靴が見つかって、もうどれも使えそうって思って爆買いしてしまった次第です。神戸の北野のお店は上品で落ち着いた雰囲気なので居心地もよく、スタッフさんも初めての私に対してすごい親切に丁寧に接客してくださって気持ちよく買い物ができました。サイズは少し小さめみたいなので試着できたらした方がいいかと思います。ただスニーカーでずっと足を甘やかせていたので、ペタンコ靴でも長時間歩くと疲れちゃうので慣らせていきたいと思います。久しぶりに神戸に行ったついでに行ったのがコンバースの聖地と言われている三宮商店街の中にある柿本商店です。こちらも関西では有名な店内コンバースで埋め尽くされたお店です。サイズもむちゃくちゃ豊富で、過去の限定商品など安く手に入るので見るだけでも楽しいお店になっています。コンバースは見た目一緒だけど日本製やチャックテイラーとかいろんな種類があって値段が全然違ったりするので、特に色だけでこだわりのない人だったら ABC マートとかで買った方が安かったりします。平日でしたが若い子たちでいっぱいで、忙しいのにお店の人は丁寧におすすめを教えてくれたりして、こちらもむちゃくちゃいいお店でおすすめです。さらにスニーカーは続きますが、初めてナイキのスニーカーで抽選に当たったターミネーターハイプレミアムです。いつも当たらないからとりあえずやってみたら初めて当たりました。ただハイカットすぎて私のスタイルには合わせづらく、当たったはいいものの実は履く機会があんまりなくて困っているところです。お待たせしました。衝動買いでは毎回登場するアバケーションのバッグ、今回も購入しました。2023年春夏の新作で、形はすでに2個持っている定番のタンクの形なんですが、夏用にメッシュタイプがずっと欲しかったのでローハーマンで見つけて一目惚れをして即購入しました。タンクの秋冬のデザインは生地が厚手なので重かったんですが、これはメッシュなだけあって軽く、常に荷物が多い私にはこれから旅行や出張とかにもガンガン使えて活躍しそうなバッグになります。最後はトゥモローランドでずっと気になっていたブランドガニーで、やっと使える服が見つかったので即買いしてしまったヒョウ柄のデニムフレアスカートです。もう誰が着るねんっていう個性的なデザインばかりのデンマークのブランドで、ヒョウ柄もちょこちょこ出てたんですが、なかなか使えそうなヒョウ柄がなく見送ってたんですけども、ようやく使いやすい服が出てくれたのでこれを機にガニーデビューしました。サイズは34サイズと1サイズしか取り扱ってなかったので、実はウエストがきつかったんですが、ウエストを隠せば問題なくスッキリと履けるので、デニム生地でオールシーズン使えるし、こんな理想的なヒョウ柄のスカートはもう出会えないと思ったので購入しました。以上、2月3月の衝動買い購入品の紹介でした。今回は太ってきたっていうこともあり、服より小物にシフトしたお買い物になりました。可愛くておしゃれな服を買っても太っていたら絶対可愛く着れないので、とにかく痩せてから買うっていうのが私のモットーです。これを着るために痩せるっていうのはもう絶対にダイエットは成功せず、痩せた頃にはシーズンが終わってまた違う服が欲しくなっているので、とにかく今は服を買わずダイエットをして体重を戻すことに専念します。
痩せたらまた自信がついてガンガンルックブックとかも上げれるようになると思うので、何卒応援の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。